合うなって思ってるのは無印ですね。夜だけしっかり、朝はさっぱりという感じでスキンケアはやってます。じゃあ朝はちょっと美容系のオイルは気をつけた方がいい感じ。気をつけてます。やっぱ寝る前が一番いいと思います。This is Cat the Cat, and today we've come to A Collection, which is an event about fashion, music, and style. And today we're going to ask the beautiful girls and guys what kind of secrets they have. What is their morning routine? What is their evening routine to keep so pretty? So let's take notes and ask Japanese.とにかく洗顔、汚れを残さないことにすごく力入れてて、メイク落とし、洗顔、ピーリング、その後拭き取り、化粧水して乳液みたいな、保湿は逆にそこまでしなくても、とにかく汚れを落とさない限りは保湿の溶液も入らないと思いますので、とにかく汚れを落とすことっていうことのスキンケアはすごく大事にしてますね。20分ぐらいはかかってると思いますね。スタイリングで朝と夜は何か特別何かやってますか？あ、夜は必ず毎日パックしてます。はい、で朝は逆にもうさらっともう拭き取り化粧水のみで、あまり油分を取りすぎちゃうと汚れが溜まりすぎちゃう部分もあると思うので、夜だけしっかり朝はさっぱりという感じでスキンケアはやってます。朝はなんかそんなに、ただ普通に洗顔して化粧水塗って、ちょっと乾燥気になるなって時は保湿クリームも塗ってってやるぐらいなんですけど、夜は酵素の洗顔でやっていて、やっぱり同じくクレンジングの方も、結構気を使うようにしていて、オイルのクレンジングとか拭き取りとかはこすったり、オイルは結構油を取りすぎちゃったりして肌にダメージが大きいから、クリームのクレンジングを使うと、いいよっていうのを美容部員のお姉さんに教えていただいて、それからはそういう、クリームのクレンジングを使うようにしています。それでその後に綺麗にした後にお風呂とか上がった後だったら、もうすぐ一番最初に化粧水をつけるように心がけています。でその後にちゃんとまたパックして、クリームもなんかピーリング効果のあるクリームを使っています。そうすると次の日朝顔を洗った時にすごいツルツルになるので、化粧のりもとても良くなります。そういうクリームとかどうやって調べたりとかしてますか？みんなのランキング、口コミとか、あと美容部員 の方に聞いたりとかですよね。うん、私もその美容部員のお姉さんに教えていただいたり、あとそのピーリング効果のあるクリームの方はなんかおばさんが結構そういう美容の化粧品とかにすごく詳しくて教えてもらったりしてます。自分肌が弱いんで乾燥がすごくて、保湿ですかね、一番気にしてるのは。はい、でどうやって保湿をしてますか？冬はもう普通の化粧水でもピリピリするぐらい敏感肌なんで、はい、なんか肌に優しいパックみたいなので保湿をして保ってますね。高濃度って書いてあるんですよね。でもあ、はい、でかく書いてあるんでこれかなみたいな。最近だとルルルンとかが人気。ルルルンは結構人気高いですね。高濃度、ドリュッドリュだもんね。ドリュッドリュだからドリュッドリュ。あれはその時になんかすぐクリームつけたりとかしないんですか？なんかその特別敏感肌のブランドとか使ってますか？合うなって思ってるのは無印ですね。無印のブランドの高保湿のものが一番今合ってると思います。何にもしないが一番意外と良くて、はい、特になんか保湿したりとか、はい、そういうの一切しないんですよ。なんか普通にお化粧する前に化粧水塗るだけで、夜も化粧を落としてから塗らないんですよ。何もあ、何もゼロですか？何も塗らないです。何にも塗らずに、でニベアがいいよって言われた時期もあったんですけど、特にニベアにも興味を持たず本当に韓国のホリカホリカさんっていうブランドがあるんですけど、そこの乳液と化粧水が1種類しかないんですけど、そこの乳液を化粧する前に毎朝塗ってるだけですなんか肌が逆パターンですね。逆ですねすごい丈夫ですね。そうなんですよ。あんまりこう乾燥一応するはするんですけど、そんなひどい乾燥はしないんで、もう本当に化粧する前に塗るだけ以上って感じです。それで化粧落としにもこだわらず、それでクレンジングシートでゴシゴシ落とすだけ確かにいいですね。なんか 楽そう肌のケアとか食べ物の気を使ったりとか何かやってますか？最近だと
美顔の針を通うようになりました、はい、最初ちょっと怖かったんですけど、なんかいい感じにむくみが取れたりとかあるので、なので結構それにハマってやってます。すごい。例えば どうやってやってるんですか？行くと、もうなんだろう、針千本みたいにこう針を刺されて、でもそうやると次の日にむくみが取れて、結構前の日より小顔になるので。はい、顔に針ですか？はい、針を打ちます、でも全然残らないんですね。全然跡も残らないので、で、まあ、そんな痛くもないので、本当に寝てる間にプチプチってやる感じなのでおすすめです。どれで水調べたりとかしたんですか？近所です。あ、なるほど。近所でたまたまやってたので、あ、ちょっと入ってみようかなと思って通ったらいい感じだったので。結構高いですか？いや、でも1回2000円とかそんなぐらいで、2,3 千でやってもらえるぐらい安いと思います。え、痛くないですか？あ、でも首とかはちょっと痛い時もあるんですけど、顔自体は全然痛くないです。わかんないです、入ってるかどうか。夜は寝る前にパックをしてます。なんか何でもいいんですけど、好きな香りのものとか好きな成分が入ったものをパックして、あと保湿、化粧水つけて終わり。で、朝は同じようにパックをして、でしばらく待って、その間に着替えとかして、で着替え終わったら剥がしてお化粧したりします。はパックはじゃあ大体何分ぐらいつけてますか？大体15分ぐらいですかね、はい、夜はその美容オイル、乾燥しないようにオイルは塗るんですけど、昼間は朝は絶対、まあ絶対というか、なるべくそのオイルが入ってないクリームを塗るようにしてて、夜はオイルを塗って、起きた時はオイルがあんまり入ってないクリームを塗れば完璧、それで日焼け止め塗れば完璧。じゃあ朝はちょっと美容系のオイルは気をつけた方がいい感じ？気をつけてます。やっぱ寝る前が一番いいと思います。朝は真水で顔を洗うようにしてます。はい、めっちゃ冷たい水で、冬でも我慢して。はい。なんで冷たい水ですか？それをしたら化粧のりとかが良くなります。もう真水で。本当にいいのはちゃんと水道水じゃない精製水で顔を洗うっていうやつなんですけど、まあでも水道水でも結構効果はあると思います。夜はスリーピングマスクをやってます。寝ながらできる、韓国コスメとかでよくあるんですけど、もう塗ったまんま寝るやつです。クリームみたいな感じで。顔洗った後にタオルじゃなくってティッシュで顔を拭いたりとか、あとはもう寝る前に、寝る本当に直前になんかコラーゲンドリンクみたいなのを毎日飲んでいます。コラーゲンドリンク？ジョリンク、ジョリンク、ジョリンク。あとサプリを、ビタミン C とか B とかを、のなんか一人暮らしなんであんまり栄養取れない時とかもやっぱあるんで、そういうのサプリとかでちょっと補ったりとか。私はメイクで一番気を使ってるんですけど、ほぼ毎日居酒屋でアルバイトをしてるんでお化粧欠かせないんですけど、なるべくこすって落とさなくて済むようにお湯で落ちるアイライナーとかマスカラとか使って、なるべくお湯洗顔で落とせるメイクを心がけてやってます。ちゃんと簡単に落とせるもの、それで泡洗顔だけで済ませられるようにしてますね。化粧する前に保湿だけは欠かさずやってます。例えば美容、化粧水、乳液で、その後に私ベビークリームを欠かさず塗ってます。なのジョンさんのジョンさんのベビークリームがあれを塗ってからファンデーションを塗ると、下地いらないで結構肌に張り付くんです。ファンデーションが おすすめです。安いし。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Okay, skincare advice from Japanese models. We had quite a lot of advice summarizing it up, saying that, for example, you need to wash your face properly. Be sure that you take all the makeup off, because obviously it's not good for your skin. Some people said take it off properly, like wipe it off properly, but other people said be soft to your skin and don't use too much abrasive substances on your skin. That really depends on your skin type, I would say. Face packs are a big thing. I must say recently I've been using a face pack in the morning and in the evening, just like for a couple of minutes while I'm drying my hair, a similar thing. And it's actually made my skin better, I think, at least I feel that way. But then again, you have to find a face pack that suits your face. I'm, for example, using Pure Smile, which is a Korean brand that's very popular in Japan. Furthermore, everyone was talking about moisture lotions, and these ones are just like really good for your skin as well. I'm giving it loads and loads and loads of moisture. That's another point that most of the models here are very careful about. And then finally, not only what on the
outsiders and also on the inside, be sure that you take some supplements or something that keeps you healthy and just generally have a healthy lifestyle and diet. That's some of the beauty secrets here from the Japanese models. I hope that helped you. We're gonna ask more questions to Japanese models, so be sure to stay tuned on Ask Japanese. Thank you, bye!